沖縄県の米軍北部訓練場、道県東村、国頭村のヘリコプター上陸及び、ヘリパッド、建設をめぐる問題で、現地派遣されていた大阪府警の機動隊員が、抵抗する建設反対派に、土人と暴言を吐いた一件が、新たな展開を見せている。沖縄県の米軍北部訓練場、道県東村、国頭村のヘリコプター上陸及び、ヘリパッド、建設をめぐる問題で、現地派遣されていた大阪府警の機動隊員が、抵抗する建設反対派に、土人と暴言を吐いた一件が、新たな展開を見せている。警察による暴言への批判がメディアなどで相次ぐ中、今度派反対派の言動を問題視するネットユーザーが続出。大阪府の松井一郎知事も、一生懸命命令に従い職務を遂行していたのがわかりました、と擁護するツイートをした。警官に、人殺しの手伝い、頭おかしいんじゃねえか。大阪府警の20代の機動隊員は2016年10月18日、東村の高江にある NH 地区、通称、F ルート、付近で抗議活動中の人々に、土人、と言い放った。この発言が、現地撮影された動画の形でネットに出回ると、隊員への非難が相次いだ。沖縄タイムスは同日付の電子版記事で、琉球処分以来、本土の人間に脈々と受け継がれる沖縄差別が露呈した。この暴言は歴史の節目として長く記憶に刻まれるだろう、とこれまでにないトーンで強く反発。菅正しいサム官房長官も19日午後の記者会見で、大変残念であると思う、とコメントした。府警本部も19日、J カストニュースの取材に、不適切な発言だ。今後このようなことがないよう指導を徹底したい、と認めている。一方、ネット上ではこの隊員を、擁護、する声も少なからず上がっている。その主な根拠は、反対派の過激な言動だ。確かに動画の中でも、機動隊員の吐いた暴言に対し、お前が立ち去れ。おい、ヤクザ。と反発している。また、ここ数ヶ月間にわたる警察と反対派のやり取りを撮影した別動画で、反対派は、あなたたちは人殺しの手伝いをしている。頭おかしいんじゃねえかお前ら、と警官を挑発していた。こうした様子に、ツイッターでは、活動家に罵声を浴びせられている。どちらも等しく非難されるべき。人間としてのマナーを知らない。と厳しい声が上がっている。松井府知事、大メディアは鬼畜生のように個人を叩く。松井一郎大阪府知事も16年10月19日に、表現が不適切だとしても、大阪府警の警官が一生懸命命令に従い職務を遂行していたのがわかりました。出張ご苦労様。とツイート。20日、大阪府庁で行った記者会見でも、表現は悪かったし、反省すべきだと思う、と断りつつ、彼自身命令に従っている。沖縄のために無用な衝突が起こらないように、職務遂行している、と隊員をねぎらった。そして、その人を特定してね、大メディアが、テレビで、鬼畜生のようにね、獣のように、その個人を叩く。これは僕はね、違うんやないかなと思いますね、とメディア批判を展開した。さらに、反対派の言動にも、相手も無茶苦茶言ってるわけでしょ。相手は全て許されるんかね。と疑問の声を投げかけた。